アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス出身の兄弟が中心メンバーのポップミュージックグループカーペンターズ。ピアノとアレンジを兄のリチャードが受け持ち、ボーカルを妹カレンが担当しました。ロック全盛の1970年代において独自の音楽スタイルを貫き、大きな成功を収めます。1983年のカレンの死により活動を終えました。1970年代を中心にソフトロックやイージーリスニング、アダルトコンテンポラリーミュージックといったジャンルにおける主要なヒットメーカーとなり、アルバムシングルの総売上枚数は1億枚を上回るとされています。1970年から1989年の日本での海外アーティスト別アルバム売上枚数はビートルズに次いで第2位で、シングル売上枚数は第1位です。CD 時代に入った後も、1995年発売のベスト版青春の輝きベストオブカーペンターズが200万枚超えるセールスを記録するなど、日本においても時代を超越して愛され続けているグループです。両親との関係。カーペンター兄弟はアメリカ合衆国コネチカット州南部に位置する都市ニューヘイブンの父ハロルドと母アグネスの間に生まれます。兄であるリチャードは1946年10月15日生まれで、3年後の1950年3月2日に妹カレンが誕生しました。カーペンター兄弟の父ハロルドの祖母ネリーは容姿が美しく、歌声もとても大きく綺麗だったのだそうです。その血がカレンにも受け継がれているのかもしれませんね。ちなみにハロルドは父が宣教師として赴任していた中国で生まれました。意外にも中国が関係していたのですね。そしてカーペンター兄弟の母アグネスはアメリカ合衆国のメリーランド州にある同州最大の都市ボルチモア出身で、小売店を営む家庭の4人姉妹として生まれました。このアグネスの父が厳しい人で、一生懸命に働くことの大切さを叩き込まれたそうです。カーペンター兄弟の母アグネスは、女性は社会進出よりも専業主婦で何より家事をきっちりとこなし、世間体を気にすることが大切と考える人であったそう。海外でも昔は特にそういうの激しそうですね。そんな背景もあって、後に娘のカレンが有名になり、どんどん頭角を現して社会に認められていくことに対し、凄まじいほどの反発心や嫉妬心を抱き、ことごとく娘を認めようとはしなかったのだそうです。カレンの死因の一つとされる拒食症の根底には、母からの愛の欠乏感が大きく関係しているという見方もあります。しかし皮肉にも、その家族間での大きな欠乏感や不足感があったからこそ、カレンの異常なまでの努力や凄まじい成長にもつながっていた面があったのだと言えます。兄リチャードが後にテレビ番組で、うちの家族は他の家族のようにハギング、何かの折に愛情確認のために抱きしめることはしないが、お互いのことをちゃんと思い合っているんだとコメントをしたそうです。表面的には愛情表現の薄い家族だったとしても、決して全てが全て負の部分ばかりというわけではなかったのですね。父ハロルドは表立った愛情表現は下手だったそうですが、音楽に対する感情表現を表すのは子供たちの前でもためらわなかったのだそう。ハロルドが集めた音楽は多様で、兄のリチャードが多種多様な音楽に触れるきっかけとなります。カーペンターズの根幹ともいえる部分ですね。カーペンター兄弟の生い立ち。兄リチャードは父親の膨大なレコードコレクションを聴き、ピアノの練習に熱心でした。一方カレンは親しみやすく外交的でスポーツを好みましたが、兄と一緒に音楽を聴くことも多かったそうです。1963年6月に両親のハロルドとアグネスは家族を連れ、カリフォルニア州ロサンゼルス郊外のダウニーに移り住みます。リチャードを音楽業界へ近づけることと、カレンと父がニューイングランドの厳しい冬を嫌ったための移住であったそう。同年の秋からリチャードはダウニー高校へ通い、体育の代わりにバンドを選択科目としました。後にカレンもこれを参考にして選択を体育から音楽に変更しました。
音楽教師のブルース・ギフォードは、リチャードがラプソディー・イン・ブルーを指示されて演奏するのを聞いて、リチャードのピアノ奏者としての才能を認めます。翌年度からリチャードはカリフォルニア州立大学ロングビーチ校へ通い、将来の作曲パートナーとなるジョン・ベティスと出会いました。ベティスの協力のもとに、リチャードはやがてトップ・オブ・ザ・ワールド、愛にさよならを、オンリー・イエスタデーといったヒット曲を生み出していきます。また、リチャード・カーペンター・トリオでベースやチューバを演奏することになるウェズリー・ジェイコブズや、1966年にクリスマスソングのスタンダード、メリー・クリスマス・ダーリンを共作するフランク・プーラーらと知り合ったのもこの学校でのことでした。カーペンターズにとってかなり重要な分岐点だったのですね。カレンは1964年にダウニー高校へ入学し、ドラム演奏の才能を見せ始めました。カレンは、運動は好きだが体育の授業は嫌いだったと述べていたそうです。カレンは体育から逃れるため、カリフォルニア州立大学学生であったリチャードに、やはり同様に体育からマーチングバンドを選択できるように、教師を紹介してもらった結果、ダウニー高校マーチングバンドの一員となることを認められました。その後間もなくカレンは、友人でありバンド仲間のフランキー・チャベスからドラムの演奏を勧められ、チャベスのセットを借りてドラムを教わり、基礎から初めて2人で何時間も練習したのだそうです。1964年に両親からラディックのドラムセットを買ってもらった頃には、カレンの腕前はプロ並みに上達しており、リチャードが後年のドキュメンタリー作品で語っているところによれば、エキゾティックな標識号の列を叩き出せるほどになっていたと言います。初期の活動。1965年まで1年間カレンはドラムの練習に励み、リチャードは教師フランク・プーラーの指導の下でピアノを練習しました。兄弟はジャズトリオの結成を真剣に考えるようになり、親しくなったウェス・ジェイコブズとバンドを結成。ドラムはカレン、ピアノはリチャード、ベースチューバはジェイコブズという編成のジャズトリオで、リチャード・カーペンター・トリオと名乗りました。1966年、トリオはハリウッドボールで毎年行われていたバトル・オブ・バンズ（いわゆる対バン形式のコンテストに出場し、イパネマの娘のインストゥルメンタルバージョンや自作曲アイスティーを演奏しました。1966年6月24日、トリオはこの大会で優勝し、RCA レコードとの契約を勝ち取ります。そこで彼らはビートルズのエブリー・リトル・シングやフランク・シナトラの夜のストレンジャーなどといった曲を録音しました。しかし、RCA との契約はすぐに打ち切られました。同年1966年、ロサンゼルスのベース奏者、ジョー・オズボーンが所有していたガレージスタジオで深夜にセッションが行われることとなり、そこでオーディションを受けるトランペット奏者の伴奏を務めるために参加することとなったリチャードに、カレンも同行しました。この時、試しに歌ってみるようオズボーンから頼まれたカレンの声の素晴らしさが認められ、1966年5月13日、カレンはオズボーンが立ち上げたばかりのレーベル、マジックランプレーベルとソロアーティストとしての短期レコード契約を結ぶこととなりました。このレーベルからはリチャードが作曲した Looking for Love と I'll Be Yours を収録したシングルが制作されましたが、レーベル自体がその後すぐに消滅。しかしオズボーンは、カレンとリチャードが A&M レコードからのオファーを受けることとなる1969年まで、2人にデモテープの録音を続けさせました。1967年、リチャードとカレンはカリフォルニア州立大学ロングビーチ校の学生ミュージシャン4人と共に、ザ・サマー・チャイムズという名のセクステットを結成しました。やがて、スペクトラと改名し、最終的にはスペクトラムの名に落ち着きました。グループはジョリー・ナイト・ステーキハウスやウィスキー・ア・ゴーゴーなどで頻繁に演奏するようになります。スペクトラムはレコード会社と契約を交わせなかったですが、同じバンドのメンバーであると同時に、後1983年のカレンの死まで多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティスとリチャードは親交を深めました。
1968年、スペクトラムが解散します。リチャード・カーペンタートリオ、ノエス・ジェイコブズは、ベースとチューバを演奏していましたが、デトロイト交響楽団へ加入するためグループを去りました。リチャードとカレンは1968年の中頃にテレビ番組 Your All American College Show から出演依頼を受けました。全国の大学からグループを集めて参加させるオーディション番組で、兄弟はマーサー&ザ・バンデラスの曲ダンシング・イン・ザ・ストリートで参加することになりましたが、バンドを去ったジェイコブズの代わりとなるベース奏者が必要となり、オーディションを行いました。結局、そのテレビ出演だけの臨時参加という形でビル・シショフが選ばれました。一時的なメンバーを加えたリチャード・カーペンター・トリオは、1969年6月22日にテレビデビューを飾りました。この演奏が、リチャードとカレンにとって初めてのテレビ出演でした。この出演を最後に、リチャード・カーペンター・トリオは最終的に解散し、レコード会社からのオファーを待つこととなります。当時はジミ・ヘンドリックスやビートルズ、ジャニス・ジョプリン、ローリング・ストーンズなどロックグループが主流でしたが、リチャードとカレンは自分たちの路線を貫き、2人は友人たちの手を借りながら様々なレコードレーベルにデモテープを送り続けました。それが A&M レコードの共同所有者であり、トランペット奏者、ボーカリストでもあるハーブ・アルパートの関心を引いたのだそうです。このアルパートがリチャードとカレンを世に送り出すことになります。ついに来たカーペンターズ。1969年4月22日、リチャードとカレンはカーペンターズ名義で A&M レコードとの契約を結びました。当時の州法で19歳のカレンは未成年者だったため、両親も署名しました。兄弟はあえて定冠詞、ザのつかないカーペンターズを契約上の名義とすることに決めました。その理由についてリチャードは、ザ・ズではないバンド名の方がかっこいいと思ったからだと述べています。アルバム「涙の乗車券」のチャートアクションは今一つ振るわなかったが、リチャードとカレンは「Close to You」でついに成功を手にします。このシングルは1970年にリリースされて初登場56位となり、1970年7月22日にはチャート1位に上り詰め、4週にわたって首位の座を守りました。ベストセラーとなったアルバム「Close to You」の収録曲からはこの曲と「愛のプレリュード」がリアによってゴールドディスクに認定され、その年の最優秀新人部門をはじめとする2つのグラミー賞も受賞しました。Close to You が1位となった直後に、カーペンターズがカバーした愛のプレリュードがビルボードホット100で第2位となり、アダルトコンテンポラリーチャートでは首位を7週間保持しました。リチャード自身もこの曲はグループの代表曲だと認めています。この曲はもともとウィリアムズとニコルズがクロッカーナショナル銀行のテレビ CM 曲として前年に作曲したものですが、リチャードはテレビで聴いた時にその曲のヒット性にいち早く気づいたそう。一連のヒットシングルやアルバムによって、カーペンターズは1970年代を通じてヒットチャートの常連となりました。1971年のヒット曲「二人の誓い」は、1970年の映画「二人の誓い」の結婚シーンのためにレコーディングされたもので、映画館でこの曲を聴いて気に入ったリチャードは、その後間もない1970年秋にこの曲を録音し、カーペンターズにとって3枚目のゴールドシングルとなりました。続いて送り出された「雨の日と月曜日は」はビルボードホット100の第2位を記録し、カーペンターズの評伝を表した作家コールマンは、雨の日と月曜日はおそらく最もポピュラーなカーペンターズの楽曲であろうと評しているそうです。シングル「スーパースター」はカーペンターズの次の代表曲となり、ここで聞かれる通説で心に残るカレンの歌声は高い評価を受けています。この曲もビルボードホット100で第2位となりました。1971年には彼ら自身の名をタイトルとしたアルバム「カーペンターズ」がリリースされました。
この作品は彼らにとって最も売れたアルバムの一つであり、リアのプラチナムを4度にわたって獲得売上400万枚以上しています。この作品でカーペンターズはグラミー賞を受賞し、3部門でノミネートされました。1972年にリチャードはエレキギターによるソロを導入したバラードを考案しました。後にこうした形態の曲をハードロックやヘビメタルのバンドが継承してパワーバラードと呼ばれる一ジャンルにまでなったことから、リチャードがこのジャンルの先駆者とみなされることもあるのだそうです。1973年リリースのアルバム Now and Then のタイトルは2人の母アグネス・カーペンターの案で、この作品にはセサミストリートで挿入歌として使用された楽曲シングや昔のラジオを懐かしむ回顧的な歌詞のイエスタデイ・ワンス・モアなどが収録されています。1970年代後半の活躍。1975年はまだ彼らにとって多作の年でした。マーベレッツが1961年にチャート1位を獲得したヒット曲で、モータウンサウンドのクラシックであった Please Mr. Postman をカバーしたシングルがヒット。これは1974年にリリースしたものだが、1975年の1月にビルボードで1位を獲得し、彼らにとっての3度目のそして最後の首位獲得作品となります。日本ではこのシングルが最高の売上枚数を記録しています。Please Mr. Postman に続き、春にはリチャードとジョン・ベティスの共作 Only Yesterday がビルボードで4位まで上昇しました。1975年の上半期に成功を収めたこの2曲はいずれも1975年のアルバム緑の地平線ホライゾンに収められています。このアルバムは他にもイーグルスのデスペラードとニール・セダカのソリテアーのカバーを収録しており、これらも同じ年に中ヒットを記録しました。このアルバムのジャケットは日本人デザイナーの長岡修正の代表作の一つです。カレンの最も好きな曲と言われる青春の輝きはビルボードホット100では25位にとどまりましたが、アダルトコンテンポラリーチャートでは見つめ合う恋に続き14枚目となる1位を獲得しました。これは同チャートの歴史上他に類を見ない記録となりました。彼らの功績の一つとして数えられることは少ないですが、カーペンターズはアメリカでは最も早く自分たちのレコードの宣伝のためにミュージックビデオを制作したグループの一つです。1975年の初めに彼らはディズニーランドで Please Mr. Postman の演奏を撮影しているほか、 Only Yesterday をハンティントンガーデンで収録していますが、ここでのカレンは健康で調子良さそうに見えます。しかし1年後に撮影した見つめ合う恋のビデオに出演した時には目に見えて違いが現れるようになっていました。1980年代初頭。1979年リチャードはカンザス州のリハビリ施設で薬物依存症からの回復を試みます。その間にカレンはニューヨークに渡ってプロデューサーにフィル・ラモーンを迎えた初のソロアルバムの制作を決意します。彼女はこのアルバムのためにより大人向けでディスコ調の作品を選び、これまでのイメージを払拭しようと努めました。ですが1980年の初頭に完成したソロ作品に対しリチャードや A&M は難色を示しました。カレンにとっては不幸なことに、このアルバムは発表しないものとする決定が下され、この作品の制作費として印税から50万ドル以上の負債を請求されたそうです。この決定に怒りを覚えつつも、ある面では慣れぬ仕事から解放されたカレンは、依存症から立ち直った兄と新しいアルバムの制作に取り掛かります。カーペンターズは1980年にミュージックと題されたテレビの特番に出演し、エラ・フィッツジェラルドやジョン・デビッドソンをはじめとする著名なゲストと共演しました。これはカレンがトム・バリスと結婚したのと同じ年に撮影されたもので、この時期のカレンは比較的健康な体重を取り戻していました。カレンのトーマス・ジェームズ・バリスとの結婚や彼女が患っていた拒食症などの個人的な問題はグループの復帰に暗い影を落としました。
瞬く間に恋に落ちた後、カレンは不動産業者のバリスとの結婚式をビバリーヒルズホテルのクリスタルルームで盛大に行いました。1980年の8月31日に挙げられたこのセレモニーの中で、カレンは翌年に「タッチ・ミー」のカップリングとしてリリースされるリチャードとベティスが書き下ろした楽曲「ウェディング・ソング」を披露しています。しかし結婚してから1年ほどの間に彼女の容姿は変わり果てていきました。メイドインアメリカの販売促進用に制作されたビデオで伺えるその姿は、もはや彼女が重病人であったことを裏付けるのに十分な証拠と言えるものでした。カレンとバリスの結婚生活は惨憺たるものであり、彼らは1981年の終わりには別居します。1982年、カレンは障害の診療を受けるためニューヨークの著名な心理セラピストスティーブン・レベンクロンを訪ね、この年の11月には仕事に復帰して離婚手続きを完了するためにカリフォルニアへ戻りました。カレンの甲状腺は通常のものであったが、新陳代謝を加速するために甲状腺の薬を通常の10倍服用していることが分かりました。これに加えて大量の下剤日に90錠から100錠を服用していたことが、彼女の心臓を弱める原因となったのだそうです。カレン突然の死。ニューヨークの病院での2ヶ月以上にわたる治療を経て、カレンは 13.6kg 以上も体重を戻しましたが、急激な体重の増加は、長年の無理なダイエットですでに弱っていた彼女の心臓に、さらなる負担をかけてしまいました。1983年の2月4日の朝、カレンは両親の家で心肺停止状態に陥ってダウニーコミュニティ病院に運ばれますが、それから20分後に死亡が確認されました。32歳でした。彼女はその日、離婚届へ署名するつもりであったといいます。検視によると、カレンの死因は神経性無食欲症に起因するエメチンの心毒性だとされています。解剖学的な結論としては、心臓麻痺が第一の原因で、拒食症は第二の原因でした。第三に挙げられるのが、悪液質なのだそうです。カレンの死によって有名人たちも自らの摂食障害を公表するようになりましたが、その中にはトレーシー・ゴールドやダイアナ妃といった人々がいました。医療センターや病院はこうした障害に悩む人々からの相談を受けることが多くなりました。カレン死後のリチャード。カレンの死後もリチャードは未発表音源集やコンピレーションアルバムなどデュオの作品のプロデュースを続けました。リチャード・カーペンターは1984年5月19日にメアリ・ルドルフと結婚しました。1987年8月17日には長女クリスティが、1989年7月25日には次女トレイシーが、1992年7月25日には三女ミンディ・カレン、格好場であるカレンの名を継いだ子が生まれ、その後もコリンとテイラーが生まれました。1989年のテレビ映画「カーペンターズ・ストーリー」（シンシア・ギブ主演）はリチャードの協力下に制作され、好意的な評価と高い視聴率を獲得しました。この映画の放映後数週間はレコード屋からカーペンターズの在庫がなくなったほどであったそうです。1997年にリチャードは自身のピアニスト、編曲家、作曲家としての才能のすべてをつぎ込んだアルバムを録音して発表しました。日本におけるカーペンターズの人気は非常に高く、カレンの死後も長く続きました。日本人でないアーティストのシングルが日本で大きく売れることは稀ですが、カーペンターズは例外でした。カーペンターズのシングル「スーパースター」「イエスタデイ・ワンス・モア」「青春の輝き」「トップ・オブ・ザ・ワールド」がオリコンチャートにトップ10入りし、その他にも7曲がトップ40に入っています。1995年には日本市場向けにリチャードが編纂した「青春の輝き」「ベリー・ベスト・オブ・カーペンターズ」がチャートトップを獲得し、2002年には出荷枚数300万枚を突破します。2003年には300万枚突破記念版として再発、2005年には10周年記念版として再々発されました。
レンの魔法の聖域。カーペンターズの音楽を特徴的なものにした要素の一つは、カレンの用いた低い音域の声です。ジャズやカントリーミュージックの分野には見られましたが、当時のポピュラー音楽の世界にアルト歌手はほとんど存在しなかったそう。しかし、カレンはおよそ3オクターブにわたる広い声域を持っていました。リチャードの声もカレンの歌声と非常に相補的なものだと評価されていました。カレンは高い音域の声も出すことはできましたが、低音ほど特質のあるものではなかったそうです。リチャードは、カレンと自分は彼女の共生に魔法のようなものを感じており、音の豊かさという点では比較にならなかったため、彼女の高音を強調するつもりは全くなかったと述べています。カレンの魔法が低音域にあったため、リチャードはカバー曲はもちろん自作曲もカレンにふさわしいキーで編曲し直しました。カーペンターズの曲の多くは D、E、G などのキーを用いていて、カレンは場合によっては A、B、C も用いていますが、こうした芸当のできる歌手は多くないことから、カレンの声域の広さはよく知られています。音楽評論家からの酷評。カーペンターズの絶大な人気は、音楽評論家たちの批判を跳ねのける勢いを持っていました。バラードやミドルテンポのポップスを中心とした2人の音楽性は、批評家たちから退屈で甘ったるいと切り捨てられていたのです。しかし、レコード業界は2人にいくつもの賞を授与し、カーペンターズはそのキャリアにおいて3度のグラミー賞を受賞しています。リチャードは多くの批評家たちから表面的なイメージだけでの評価を払拭しようと努めていました。そして A&M の経営陣や音楽よりもイメージばかりを批評する評論家に対して自分がいかに嫌悪感を抱いていたかを強調していたそうです。それではここからは動画のコメント欄を見ていきます。カーペンターズ懐かしの22曲。色褪せなく、年代を問わなくて落ち着いて聴いてられる曲ですよね。カーペンターズ永遠に。この世代ではありませんが、こんな優しく美しい音楽があるなんて。こういう音楽が何年経っても色褪せないんですね。素晴らしい声に癒され中です。世代関係なく、聴いた瞬間からカーペンターズの音楽の温かさを感じますよね。こんなに心を浄化してくれるような美しい歌声は貴重ですね。もう70歳を過ぎている私ですが、久しぶりにカーペンターズを聴き、大昔に戻ったようです。懐かしく楽しんでいます。ありがとう。聴いていた時代にタイムスリップしたような感覚を味わえるのが素敵ですよね。これからも大切に聴いていきたい素晴らしい音楽ですね。単なる青春の1ページではなく、カーペンターズのどの曲を聴いても心が爽やかになる。そしてその後に涙が流れそうになっている。言葉では言い表せない素晴らしい歌声です。曲の優しさがいつも体の中に染み入ります。本当に優しい気持ちにさせてくれますね。音楽や言葉自体に、その作り手の心情や思いが現れていることを実感できますよね。そしてここまで長い期間ずっと愛され続けるカーペンターズはやはりすごいですね。カーペンターズ、やっぱり良いな。癒されるというか、なんか心が和むというか。リアルタイムでファンだったので、もう50年近く聴き続けていますが、全く飽きが来ないし、古さを感じません。私にとって彼らは未だに現役バリバリのグループなんです。この YouTube をアップしていただきありがとうございました。癒される音楽の最高峰な気がしますね。心をほぐしてくれて元気になる素敵な歌声、50年近く聴いても全く飽きないというのは、本当に生活の一部になるくらい身近にカーペンターズと共に生きてきたということなんですね。すごいですね。平成生まれの20代前半ですが、カーペンターズの曲は唯一安心して眠れる曲。カーペンターズの不思議な世界に引き込まれます。唯一無二の歌声。本当に優れた安眠曲にもなってくれますよね。
唯一無二の癒し音楽ですね。カーペンターズ、この空気が本当に癒されます。小学校の帰る際、校内放送でスーパースターがいつも流れてました。あの空気がよみがえります。本当に自由にいつも聴けて感謝です。スーパースター、良い曲ですね。素敵な思い出をよみがえらせてくれるカーペンターズをこれからも長く聴いていきたいですね。もう71歳になる G ですが、カーペンターズは我が青春そのものです。今は YouTube があるので、レコードプレイヤーや CD プレイヤーを使うことがあまりなくなりましたが、毎日聴きながら仕事をしています。いつまでも色褪せないですね。カレンが亡くなった時は涙が止まらなかったです。死ぬまでファンはやめられないですね。素直で素敵なコメントですね。カーペンターズの素晴らしい音楽をもっといろいろな人に伝えていきたいものですね。学生当時、英語の教師がカーペンターズは英語の発音が綺麗だからと授業でかけていた当時を思い出すな。あれからもう45年汗ないな。発音もよく、聞き取りやすい英語なのですね。良い思い出ですね。海岸線の道路を走るとき聞くと本当に気持ちく走れる。海を見ながら走ることを楽しみにさせてくれる最高の音楽ですね。私が中学生の時に父親が買ってきたカーペンターズのレコードを聴いて、すっかりハマってしまいました。カーペンターズの曲を聴くたびに父を思い出します。亡くなった母がずっと車で流してて、いつの間にか覚えてたのを今さら思い出して聞きに来た。すげえ懐かしくてなんか泣けた。今は亡き父がよく聞いていたのを思い出しています。なんだか嬉しく、歌声にも感動して涙が出ます。今日も頑張れそうです。母が好きで、3歳頃から私が風の日や暇な時に CD を流してくれていたので、なんとなくカーペンターズを聴くと懐かしい気持ちになります。歌の題名を見ても一曲もピンときませんでしたが、聴いたら9割は聞きなじみのある曲でした。いつの間にかカーペンターズは知らない間に私の一部になっていたんだなぁと実感。父親が好きでよく歌ってくれたのを思い出して涙が出ました。親御さんが聴かせてくれていたという人が多いですね。その時は何の気なしに聞き流していても、後からでも鮮明にその情景を思い出すためのきっかけになってくれる不思議な存在ですね。外国語なので曲名だけではわからないのに、聞いてみたらはっきり覚えていることはありますね。目に見える形はないけどつながりがあったのだと気づいた時、自分の中にその音楽が生きていたんだなと実感しますよね。面白いですね。きっと同じような体験をしている人がたくさんいて、親と過ごした何気ない日々はこんなにも尊いものだったんだと痛感しますね。何事においても自分にとっての良い面悪い面両方存在するのは当たり前ですが、カーペンターズと結びついている親との思い出は素敵で大事なものが多いのでしょうか。懐かしいな。昔精神的に辛くて未来が見えず、このまま引きこもって死ぬのかななんて思ってた。知り合いにバイトしてみないかって言われて働いた場所でよくかかってた。大変だったけど楽しかったな。俺を救ってくれた曲たちだからすごく心に響くよ。ありがとう。異国の地の一人の人間を音楽で間接的に救っているのが、なんとも不思議かつ素晴らしいことですね。中学生の時初めて触れた洋楽イエスタデイワンスモアを聴いた時に、何とも言えない衝撃を受けました。当時はコピー機もなく、ノートにシャーペンで歌詞を写しました。聞こえた通りにカタカナで読み方を書いて、飽きることなく歌いました。すごく幸せだったな。とても貴重な経験談が微笑ましく素敵ですね。自分はカーペンターズの世代ではありませんが、昔石田一生さんがやっていた未成年というドラマでカーペンターズの曲を使用しており、とても切なく、それでいて心にしみる曲調に大変引き込まれました。素敵な曲ばかりですね。カーペンターズの良さをうまく活かせている素晴らしい演出で、かなり感動するドラマでしたね。本当にどれも素敵な曲ばかりで最高のアーティストですね。音楽の世界遺産。音楽の素晴らしさが分かった。
曲は永遠に生き続ける。アーティストが亡くなっても曲とともにたくさんの人の心の中で生き続け、元気づけられた人や救われた人がそれを無意識につないでいるのが素敵すぎますね。生き方には正しさや正解はありませんが、カーペンターズが人々を感動させ続けていることは、長い時を経ても変わらず紛れもない事実ですね。それだけで尊敬の気持ちが自然に湧いてきますし、かっこいいですね。これからも大事に聴いていきたい音楽ですね。YouTube は同じものが好きな人同士で自然に集まり、何気なくコミュニケーションを取れることが素晴らしいと思う。心から本当に好きという気持ちを約束やしがらみもなしに楽しそうに語り合っているところを見ていると、とても幸せな気持ちになりますね。これだからコメント欄は面白いですね。青春の輝き、 I need to be in love、 日本語訳付き。日本語の題名が青春の輝きって訳されるのはおしゃれでいいよね。いいセンスすぎますよね。カレンはビートルズのジョンから直接、あなたは途方もなく美しい歌声をしていると言われ、ポールからは世界一の女性ボーカルと称えられたのだとか。数ある音楽エピソードの中でも個人的にはこのエピソードが一番好きです。素敵なエピソードですね。カレンさんはなんて答えたのでしょうかね。この歌が後悔ばかりの人生を許してくれた。今まで生きてきてろくな人生ではなかったけれど、この歌聴いていたら生きていてよかったと思える曲。一度でいいから生で聴きたかった。天国のカレンにありがとうと伝えたい。本当に心の底から感謝が湧いてくる歌ですね。後悔ばかりでも、たった一つの歌が今確かに生きている一人の人間の気持ちを自然と楽にしてくれるなんて、とてもすごいことですね。歌詞めっちゃ響く、涙止まらない。歌詞がよく、そしてこの動画の和訳も素敵で心に響きますね。思わずわかるとつぶやいてしまうような歌詞で面白いですね。聞いていて涙が溢れてきました。自分でもどうして涙が出てくるんだろうとわからなかったのですが、優しく抱きしめてもらっている感覚になりました。とても共感できるコメントで泣けますね。なぜこんなにも感動してしまうのか、本当にすごい。本当綺麗で天使みたいな歌声。カレンさんの短い生涯で背負っていたものはかなり大きかったようですが、その分だけ人々に癒しや元気を与えている、この天使のような素敵な歌声が本当に貴重ですね。カレンさんの気に入っていた曲は青春の輝き、美空ひばりさんのお気に入りはハハハという曲。何かこの2つは歌詞の雰囲気やメッセージに通じる部分がある気がしますね。きっと歌詞に自分の心情を当てはめて共感した部分がとても多かったのでしょうね。そう思うとより一層この曲が大好きになりますね。これからも苦しい時や迷った時に聴いていきたい大事な曲ですね。素晴らしきカーペンターズよ、永遠に。概要欄に動画のリンクを貼っていますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。